第4代一チェスター伯爵の墓第4代一チェスター伯爵ウォルタージョン・ペラムはイギリスの貴族、政治家。1838年から借位を継ぐ1886年まではペラム教と称した。父は第3代一チェスター伯爵ヘンリー・ペラム、母はメアリー。ハーロー校を経てケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに進学し、1859年に 文学修士号を取得。1865年から1874年まで自由党所属の庶民議員として活動。その他サセックス副党官、サセックス州長官、イーストサセックス式裁判所長などを務めた。1902年、63歳でサセックスの自邸スタンマーハウスにて死去。スタンマー協会に埋葬されている。1861年。 エリザベス・メアリー城と結婚。二人の間には子供がなかったため、借位は弟のフランシス・ゴドルフィンが継承した。チチェスター伯爵夫人は1912年11月に74歳で死去した。ありがとうございます。